ナス一宮で森の宮クリスマス演奏会が開催されました。この演奏会は市内を中心に活動する音楽グループアンサンブルリーラが日頃の成果発表の場として開いたものです。アンサンブルリーラは演奏活動でライアーという弦楽器を使っています。ライアーとは20世紀ドイツで考案された35弦からなる弦楽器です。ハープやバイオリンに比べ大きさや構造などから誰でも気軽に始めることができるとされています。3日に行われた演奏会にはアンサンブルリーラーをはじめ市内外から音楽活動などを行っている個人団体合わせておよそ30人が出演しました。演奏会は2部構成で行われ、一部ではライアーとオカリナの演奏が、2部ではライアーの音色とともに朗読や歌が披露されたほか、クリスマスメドレーが演奏されました。会場には美しい音色が響き渡り、訪れた多くの人が聞き入っていました。来場者の人には取材に対し、初めてライアーの演奏を聞いた、心地よい音色で幸せな気分になった、また聞きたいと話していました。またアンサンブルリーラの一人は、ライアーの音色だけでなくオカリナや朗読、歌が一緒になることで新しいハーモニーを奏でることができた、楽しい時間を過ごしてもらえたなら嬉しいと話していました。